ストレーモイ島はフェロー諸島において最も大きく人口の密集した島である。フェロー諸島の首都であるトースハーンはこの島に位置する。ストレーモイとは潮流の島を意味する。島は縦長で外略で北西から南東の方向へ 47km の長さに伸び幅およそ 10km の距離がある。南東にはコラフィヨルズルとカルバクスフィヨルズルの2つの 深く刻まれたフィヨルドがある。島には山が多く、特に北西には最も高いコプセニ山がある。この山の一帯は500メートルを超える高さの崖がそびえ立っている。フェロー諸島における他の地域と同じく、島には数々の細流や小さな湖がある。生息している主な植物は芝で木は立っていない。ストレーモイ島の東側には、 フェロー諸島で2番目に大きな島であるエストロイ島があり、マオ、スン理に海峡が流れている。西側にはボーアル島が位置しており、南側はサンドイ島がある。また、コルトゥル島、ヘストゥル島、ネルソイ島の3つの島々は、ストレーモイ島の南端周辺に位置する。ベストマンラ島には、 約2万1000人の住民が暮らしており、フェロー諸島全体における人口の40%以上を占めている。彼らの大多数は、およそ1万5000人の人口を有する首都、トースハウンに住んでいる。フェロー諸島政府の中心的な地である上、トースハウンは最大の港があり、大学が位置する他にも島の商業の中心地となっている。島にある他の重要な町には、 それ以前は、フェリー港だった西側の町ベストマンナ中心部にある、コラフヨルズルや人目を引く、北側の村サクソンとチャーヌビクがある。歴史的な観点から見ると、島の南端付近にある村のチュシチュボアは、中世における宗教の中心であった点で、重要である。スンディに海峡上に架けられた、橋人々が住むすべての区域は、舗装された道路が通っている。 トースハウムへの入り口となる主要道路は 2.8km に及ぶ長いトンネルを通っている。東のエステロイ島へは寸ディニ海峡上に架けられた橋を経由していくことが可能である。2002年以来、ストレーモイ島から某ある島まで接続した4キロメートルの長さを誇る海底トンネルが通っているため、これによりフェロー諸島における3つの 本土となる島々が道路で結ばれている。また、ストレーモイ島は、サンドイ島とスブロイ島への定期フェリー便が通っている。下記期間中、トースハウンから、デンマークのハンストホルム、イギリスのスコットランド王国に属するシェトランド諸島の、トシラーウィック、ノルウェーのベルゲン、そして、アイスランドのセージスフィオルズールへ、それぞれ区間フェリーが通っている。 ここから一番近い空港はボーアル島にある。ありがとうございます。